さまざまな形で私たちの生活を支え、時に心の安らぎやワクワク、きらめきを与えてくれる海。そんな海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げるのが海と日本プロジェクト。海と日本プロジェクトイン島根のオリジナルイベント、なりすなカルチャー不思議探求隊。お、いいねいいね。キュッキュッと音が鳴る砂浜の秘密を学習した子どもたちは、琴ヶ浜の文化にも触れました。三日三晩踊り明かす砂浜盆踊り、江戸時代から行われていたそうで、かつては3000人以上が集うほどにぎわっていたんですよ。時代の移り変わりとともに参加者は減少しましたが、今でも300人が参加する地元の大切な文化です。盆踊りの手ほどきを受けた後は、地元の方と一緒に海を楽しむ大運動会。子どもたちのこの笑顔が五感で感じた学びの深さを物語っていますよね。やっぱりなんか地元の人とか都会から帰ってくる人とか、そういう人に自然豊かなので愛されてると思います。地元の人と一緒に過ごすことで体験というか、話を聞いたり体に染み込んで実感していくんだなというふうに思います。子どもたちはこの貴重で自然豊か素晴らしい浜を科学的にも、そして地域の人と一緒に文化的にも体験しました。これを未来へつなげていくためにどうしたらいいのかなっていうことを、まあ、考えていってほしいかなと思います。子どもたちも大好きになった成砂の浜、琴ヶ浜。しかしこの海岸には忍び寄るさまざまな問題もあるんです。どう守っていくのか、自分にできることは。次回もなりすなカルチャー不思議探求隊の様子をお伝えします。海と日本。